始めます。ソルドコーヒーの田代です。よろしくお願いいたします。本日ご提供するコーヒーはエルサルバドルエルデルンボ農園のコーヒーです。よろしければお手元の資料を合わせてご覧ください。品種はパカマラ、生成方法はウォッシュド。標高1380メートルに位置するこの農園は、完熟したチェリーを手作業で収穫するなど丁寧な生産を行っています。本日ご提供するコーヒーは2022年ナショナルウィナーに入賞した素晴らしいコーヒーです。このコーヒーを飲んだ時に感じたジューシーな酸や甘さを心地よく感じていただくため、今回はクリーンカップに焦点を置き抽出の検証を行いました。そして抽出の前半には酸やフレーバーといった要素が多く抽出され、後半には苦味の成分とともに渋みや雑味などの成分が多く抽出されることが分かりました。そこで抽出前半には抽出効率を上げ、酸やフレーバーといった多く引き出し、後半には抽出効率を落とし、渋みなどのネガティブな成分を抑える抽出が適しているのではないかと考えました。それでは抽出の準備をしながら使用する器具についてご説明いたします。本日使用したグラインダーはメリタの EK43 です。適度な流動分布でのグラインドが可能で、このコーヒーが持つフレーバーとボディをバランスよく引き出すことができます。引き目は 13.3 番の中粗挽きです。それをパウダーコントロールストッカーにかけ、果抽出の原因となる微粉を取り除いていきます。使用するドリッパーとペーパーフィルターは三洋産業フラワードリッパーとアバカフィルターです。花びら型にくり抜かれたリブの形状と、ペーパーには両面にクレープ加工が施されていることにより湯抜けがよく、今回目指したクリーンカップのテイストに最適だと思い選びました。使用する粉量は A 抽出粉量 14g に対し湯量 200g、B 抽出粉量 25g に対し湯量 390g です。またペーパーをドリッパーに密着させ均一な抽出を行うため、ペーパーはあらかじめリンスしておきます。また温度の均一性を測るため A サーバーのみしっかりと保温をしておきます。それではこれから抽出に移ります。もう少々お待ちください。お待たせいたしました。 A 抽出は4回、 B 抽出は5回に分けて抽糖していきます。1投目は全体の約 20% のお湯を注いでいます。油温は91度です。
抽出ムラが起きないように粉全体に素早く回しかけます。2投目は上下に攪拌し、サンやフレーバーをしっかりと引き出していきます。粉量の少ない A 抽出はやや活抽出なテイストが出やすいので、少し攪拌を弱くしています。3投目はドリッパーの縁までお湯を注ぎ、粉全体から抽出を流し、甘さやボディをしっかりと引き出していきます。ここまでで全体の約 75% のお湯を注いでいます。前半で抽出した酸や甘さといった要素をサーバー内に落としきってから抽出の後半に入ります。油温を65度に落とし、さらにセンター1点に注ぐことで抽出効率を落とし、ネガティブな味わいが出るのを抑えます。A 抽出は抽出時間が長くなると過抽出なテイストになりやすいので、4回の抽投で完了します。5投目もセンター1点に注ぎます。 B 抽出もこれで完了です。クリーンカップに焦点を置きながら抽出を前半と後半に分け、引き出したいテイストのみを引き出した一杯です。抽出したカップはサーバー内で濃度差が起きないようによく攪拌してからご提供いたします。このカップから感じていただけるテイストをご紹介いたします。フレーバーはグリーンアップル、プラム、ピンクグレープフルーツを思わせる酸味とキャンディーのような甘さ、質感はシルキーでラウンド、温度が下がるにつれてレーズンやブラックティーのような風味も感じていただけます。また本日ご提供するカップはくびれのある形状からアロマをじっくりと楽しむことができ、滑らかな飲み口でお召し上がりいただけます。茶色のカップに抽出 B、白いカップに抽出 A をご用意いたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。どうぞごゆっくりお楽しみください。いかがでしょうか。ハンドドリップはその多様さから時に難しくとらわれてしまうこともあります。しかしその多様さが自分の出したい味わいのコーヒーを作れる魅力でもあります。私はハンドドリップの楽しさをより多くのお客様に伝え、スペシャルティーコーヒーの魅力をこれからも伝えていきたいと思います。本日はありがとうございました。終わります。第一競技者の競技が終了いたしました。田代さん、ありがとうございました。審査員の皆様はカリブレーションに入っていただきます。田代さん、お疲れ様でした。それではステージ中央までお越しいただけますか。はい、
でした。はい、田代さんお疲れ様でした。ありがとうございました。非常に落ち着いたプレゼンテーションで僕も聞き入ってしまいました。勉強になりました。ありがとうございます。普段はどちらのお店に立たれてらっしゃるんでしょうか。東京蔵前のソルズコーヒーというお店にで働いてます。実際その現場でもこう抽出されてらっしゃるということですか。はい、そうですね。はい、今回エルサルバドルのコーヒー豆ですかね、はい、抽出していただいたんですけれども、はい、その着目されたところ、クリーンカップのところを結構重要視されてたのかなと思うんですけれども、はい、クリーンカップっていうのはどういった状態のことをクリーンカップって呼ばれてるんでしょうか。そうですね、はい、コーヒーをカッピングしたときにすごくフルーティーなジューシーなフレーバーがすごくいいなと思ったので、それを邪魔しないこう渋みだったり雑味だったりが残らないカップをクリーンカップっていうのかな。なるほど、ありがとうございます。はい、それでその A 抽出に関して、一杯取りの抽出に関しては4投目までで抑えてるっていう、はい、抽出にならないようにその余分な味わいが出ないようにということで工夫されてらっしゃったということですね。はい、はい、ありがとうございます。今回のこのレシピ抽出方法っていうのは普段の業務の延長線上に作られているのか、はい、それとも今回のこう課題豆っていうのがこう決まってからそれに合わせて新たに作られたのでしょうか。そうですね、課題豆が分かってから作りました。じゃあ全くのオリジナルで一から、はい、そうですね、お店の抽出とは全然違う抽出方法ですね。結構大変だったかと思うんですけれども、そうですね、はい、普段のこの営業時間が終わってから練習されてってことなんですかね。そうですね、はい、大体どのぐらいこうなんですかね、その時間っていうのは使用時間、レシピ決まるまでってかかったんでしょうか。そうですね、基本のレシピはある程度早い段階で決めていって、そこからその湯量とか粉量とかを調整していくっていう形で、結構ギリギリまで変えたりしてました。じゃあ本当に最終これでいこうっていうのはもう結構直前だったり。そうですね、はい、でそれにできてからさらにこうプレゼンテーションっていうのも作っていかれたんですね。そうですね、プレゼンテーションはもともと作ってたのをそれに合わせて変えたりとかはしました。実際この競技が終了してしまして、どんな感じですか。そうですね、思ったよりもでも緊張せずできたかなと思います。いや、そう思いました。素晴らしかったです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、田代さんでした。ありがとうございました。